はい、おはようございます。コマです。少しは暑さもマシになってきましたね。まだ朝がですね、結構心地よい時間帯になってきました。皆さん夏どうお過ごしになりますでしょうか。今回ですね、本当に気に入っている、バイブルサインでしょうを使いこなせですね。皆さんどうでしょうか。本当にこれを使うのは大変ですよね。重いですし、そして軽快ではないですよ。だけどもかなり気に入っています。このバイブサイズ手帳、今まではモンブランとか、ペンテルさんですとか、その他いろいろ、試して、自分の中の、心地よさが変わっています。ペン一つとちょっと変わる感じですね。最近ですね、またもともと入っていた、ルイ・ヴィトンのシャーベルでですね、こう記事録とか、スケッチとか、書くようにしています。その心地よさですね、もう一度ちょっとレビューしてみたいと思います。ではスタート。バイブルサイズ帳、メーカーはドイツのですね、イニングですね。もう今は売っていませんが、なかなかしっかりした作りなので、本当に古びない感じで、保っていますね。この単行本もずっと入れてですね、時折ちょっと1時間こういうパッと入れたり、サボりの理由一節を読むとですね、何かまた心がリセットされた感があります。ちょっと最近物件数が増えてきたので、バイブル製手帳の、このしおりですね、付箋でですね、こう色分けして各プロジェクトをまとめています。今回はですね、こちらですね、いつもこちらに忍ばせているルイ・ヴィトンのシャーベル、実にですね、これが書き味本当にいいんですよね。そして佇まいはもちろん美しいんですけども、なんでしょうね、私のこの重量感と手のバランスが一致した感じになっています。何かこう心地よいペンと出会うとですね、仕事もはかどりますよね。今まで紹介している中で、このペンの持ち方なんですけども、私はこの軸に対して中央を持って、そしてこのような形で寝かせて、ほとんどスケッチですね、書くのが好きで、文字は本当少し先でこう書く感じですね。通常はこのぐらいに持つ方が普通かなと思うんですけども、このような寝かせて書くっていうのが好きでしたね。ちょっと意識を変えて、最近はですね、このバイブルサイズ手帳の時だけ本当に通常の持つ位置ぐらいですね。そしてペンをですね、少し立てる、そして、前も言ってた通り、このキャップですね、キャップを寝かしている時はなぜか右方向にあると落ち着いてました。この縦で書くときには逆に不思議なんですけどね、内側の方に向けて、そしてこのまま縦で書くという、ちょっと最近書き方にはまってまして、何が違うのかっていうのは不思議ですけども、これを伝えるのはなかなか難しいですよね。ちょっと書いてみましょうか。いつもはもちろんタイトルがここに来て、で、
まあ、11時からとかこういう感じですね。まあ、このような感じで書いて、そして、まあ、質問事項ですね、ちょっとイタリア語ですからドマンダと書いてます。ここに対して、このように書きますね。で、まあタイトルがあってこのぐらいから項目があって何かこうまとまった感があります。そして一旦ここでここに押さえてですね、ちょっとカメラ越しなので書きづらいですけども、こんな感じに書いて、つまりまあチェックボックスがありますね。本当にこう書いているとですね、どん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 書きたくなるんですよね。面白いですよね。非常に気持ちがいいですね。まあ、本当に、まあ、このように立ててですね、書いているんですが、なかなか私は今までこう立てて書くというのはない傾向でしたね。ほとんどはこういう寝かせて書く、まあ、寝かせて書くと何が生じるかというと、一つ一つの文字のバランスがですねどうも把握できないので、結構踊ってしまうケースもあります。まあ、もちろん、絵を描きながら、話すケースもありますので、こういう空間ですよって、まあ、こうやって絵を描く場合は、いつものように、ペンを寝かせて、軸の中央を持って描きます。持ちの時は、少しペン先を先の部分を持ってですね、ここに指定パッドを、ペンを休めて眺める、でお話をもう一度する。こういった時に、見ると非常に美しい構成にですね、自分の中でも、まあ、気持ちがいいですし、相手から見ても非常に、まあ、見やすい配置になっています。こういうものをですね、まあ、書き留めるっていうのが非常に大好きで、
今までは、まあ、確かにモンブランもそれぞれの良さ、そしてモンブランの書いた時のこの後の紙のしなりもですねお届けしました。それはそれでまあいいんですけども、今はですねこのシャーペンでですねこう書くのはですね何かハマってますね。不思議な感覚ですけども、なかなかいいですね。はい、いかがでしょうか。このシャーペン本当に書きやすくてですね、これを使ってしまうと他のシャーペンがですねなかなか、持ちたいな、所有したいなと思わなくなったですね、不思議なシャーペンなんですけども、本当にまあ微妙な、重量バランスで構成されているのか、それがまあたまたま私の手にあったのかなと思っています。そしてこれを、まあ、最近はちょっと持ち方を変えましたけれども、書くことによってまた、カチッと感が生まれるような気がします。もちろんいくつかの、カーベコスペシャルとかポーシュダイとかいろいろありますけれども、それぞれの、シーンによって使い分けるっていうのが私のスタイルですね。今のところこのワイブズサイト上はルイ・ヴィトンのシャープ何かあの紙面をカチッと美しく、書き留めるというのは非常に気持ちがいいですよね。周りから見ても非常に美しいかなと思います。皆さんもぜひ、手帳に合ったペンというものを探し求めるというのも楽しいかもしれません。ちょっと明日、また時間ができますので、この後ちょっと続いて先を楽しむをちょっと書いてみたいと思います。もしこの動画があったらチャンネル登録お願いします。ではまた次もお会いしましょう。